西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗しうる力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。